こんにちは。世の中お金がすべて、いいテーマですね、これね。お金じゃないよと、人は心が大事だよとかね、愛情が大事だよっていう人と、まあ、この前ね、論争したことがあって、それでね、最終的に私は結論してたんで、いい感じのところでお話したんですよ。お金以上に大切なものがあってよく分かったんで、ぜひね、月末のこのガス代の支払いをお金じゃない方法で解決してもらえますかと。それ聞いたら僕も納得しますよっていうことを話したんですよ。で、ガス代ってのは、せいぜいね、7、8000円から1万円ぐらいだと思いますんで、その程度の金額はね、お金じゃない方法で解決できますよねっていうことをお話したらね、それとこれとは話が違うんですよねって言うんですけど、いや、そのものでしょうって。私はお金以外の方法思いつかないんでお金払います。でも、あなたはお金以外のどんな方法を使ってもいいんで、ぜひね、やり過ごしてみていただけますかみたいなことね、多少意地悪っぽくお話はしたんですけど、そういう中なんでね、言わせてもらったんですけども、それはね、叶わないよとか言ってましたね。だから結局すべからくお金なんですよ。だって人が何か働いてとかね、何かやってもらって対価を得れなかったら、その人って自分と付き合ってくれるかなってことなんですよね。家族ですらね、全くお父さんがお金稼がなかったら多分どっか行っちゃいますよ。それこそ愛情で結びついてるはずなのに、愛情も金が切れれば縁の切れ目っていうのが如実に出てきますよね。そういうことなんじゃないかなと思いますけどね。あと世の中にはお金をね、作り出している人と、その作り出したお金にこう依存する人といて、うまいこと組み合わさってるところはありますんで、例えば子供なんて別にね、親からこうお金をもらって生きてるわけですよ、言ってみれば。それはそれでいいわけなんですよね。で、包容力のある人とか、それを支えていこうというね、なんかちょっとこう面倒見のいい人がいて、こう支える立場になったりとか。で、自分はそうじゃなくて、誰かに何かしてもらいたいんだっていう依存型の人がいて、なんかうまいこと組み合わさってるのかなと思っちゃいますけどね。で、あとは全部じゃなくても、この部分は人にお願いする、依存するんだけども、この部分ではこっちの方に任しといてみたいなこともあったりとかね、さまざまな組み合わせができてるんで、成り立つ分野っていうのが多いんだろうなと思いますよね。世の中金が全てっていうと、この言葉自体はものすごくね、タブー視されてるんですけども、現実そうですよね。だからその金は命よりも重いなんて言葉があってね、びっくりしたわけですけども、考えてみればその通りだなと。とても悪党が言う世論じゃないなと思ったんですけどね。あれですよね、なんか言葉としてあんまり出さない方がお金集まってきますよね、これはね。いや、金が全てだよって言わずに、いや、本当に人の心ですよねって言った方が受けがいいんで、集まりやすいところがあるんで、でも最終的にはお金くださいと、じゃあ講義代くださいってなるわけですから。じゃあ本当に愛情だって言うんだったらね、その見返りを求めずにギブしてくださいって言ったら、ギブばっかりしてったらどうなりますかって、ギブする方が体力負けしていなくなっちゃいますからね。で、結局そのビジネスを続けるためには利益を出さないといけないんで、その利益はそのビジネスが必要な人くださいねって話になるんでね。で、結局お金を要求できるっていうのも愛情だし、お金を払えるっていうのも愛情だし、そういう意味で言うとお金の行き来っていうのは愛情の行き来だとも言えるんですけども、ただお金が流通せずに愛情だけの行き来っていうのは、親子の関係ぐらいしかちょっと成り立たないのかなと思っちゃいますよね。で、親子の関係ですらね、親子の間ですらね、なんかこう子供はお金がかかるからっていう理由で作んないっていう、そんな世界もありますから、なんとも言えないところでございます。じゃあ今日も12月12日1212で掛け声かけてやっていきましょう。